鉄筋曲がっちゃったお客様、クイック修理しますよ。修正器にボルトで押さえ込みます。はい、修正の準備です。油圧の機械で円を作っていきます。これ技術いるんですよ。アルミホイールの曲がりもこの方で直していきます。今回は鉄筋です。職人がやっていきます。トンカチで叩きながらいろいろと工夫していきます。コツ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 やっていきます。しっかりとしたね、技術を持ったホイール修理職人じゃないとここはできないんですよ。感覚が違います。少しずつ円が出てきますね。修正器とホイールの相性もあります。ちょっと音出ますよ。そしてまた調整していきます。コツ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 やってきますよ。コツ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 、まあ、早送りになってますけどね、少しずつ少しずつ直っていくんです。曲がってる場所にもう一回これを機械をね移動しながらやってきますよ。はい、だんだん直ってきましたね。これ直ってきて、そして叩く、何度も何度も繰り返していきます。ダイヤルゲージを使って円になってるかも確認していきます。曲がってなかったリアに入ったタイヤセットを前に持ってきます。手で地面します。ぐにゃっと曲がってたのがどこが曲がってたかも分かんないぐらいに直りましたね。今回はクイック修理、作業時間20分、2本ローテーション込みで3300円です。ありがとうございました。